<music> えー、こんばんばひろゆきさんは採用面接するときに相手のどこを重視しますか年間の独立会議を来年5月に控えにこれから複数人との面接を控えています面接だけ人を見るのは難しいことは重視をしていますがひろゆきさん、応教えていただけると嬉しいですえっとあの、仕事が優秀そうかどうかって仕事をやらせてみないとわからないんですよね。 そのすげえあの優秀な実績がある人がいたとして、やらせてみるとめちゃくちゃ遅いっていうパターンもあるんですよ。要はあの、過去に超優秀な成績を収めてるんだけど、ただそれはどれぐらい時間がかかって行われたかがわからないとか、あの超絶優秀なんだけど、めちゃめちゃ気難しくて話しかけるのもめんどくせえとか、あのコミュニケーションしづらいとか、 あの、なんかその話しかけても聞こえないとか、あの、なんか朝来ないとか、その働いてみると起きる出来事とかトラブルって結構多いんですよ。で、あの、大企業とかで優秀で人当たりも良くて見た目もいい人がバンバン応募してくる会社は優秀な人をとっても大丈夫だと思います。でも、中小企業って、あの、人当たりも良くて頭も良くて優秀な人が応募してくることはないんですよ。 あのここがよくある誤解なんですけど、なんかあのすごく優秀そうな人が来たんですよ、優秀そうな人はお前の会社に来ない、<laughs> なので、中小企業は基本的に優秀そうっていうのは、優秀そうに見えるだけの無能が多いんですよ、なので、じゃあ、その面接で何を見るかっていうと、あの仕事が優秀かどうかじゃなくてあの、一緒に働いて不快かどうかっていうぐらいは間違いないんですよ。 でその面接の時に、あ、この人話して楽しいなとか、趣味合うなとか、じゃあまああの、仕事はできないかもしれないけど、この人と一緒に仕事をしてると、まあ楽しいなっていうぐらいの人を選んどけば、結果として仕事がダメだったとしても、まあまあうちの会社は無能しか来ないからしょうがないよねってなるし、でもまあ仕事楽しいから別にいいやっていうので、その、 給料っていうのを、その嫌なことをしてお金をもらうためのものなんですけど、基本的に。ただまあ、環境が楽しい方が、まあ、同じ給料でも楽に暮らせるよねっていうのがあるので、なので、あの、話してて面白いやつとか、あの、ちゃんと風呂入ってるやつとかを選んだ方がいいと思います。超絶優秀だけど風呂入らないやつとかいると、あの、周りが困るんで。